こんにちは、いろえです。僕はうちの視聴者さんや、うちに施術を受けに来てくださるお客様、僕に関わる全ての人にハッピーでいてほしいっていうのを本当に心から願ってます。僕はよく幸せって何なんだろうって考えるんですけど、お金がすごいあることなのか、それとも仲間にすごく囲まれてることなのか、いろんな欲しいものとかが手に入ってる状態がハッピーなのかなって考えるんですけど、やっぱり一番欠かせないものって僕は心と体の健康なんじゃないかなと思うんですよ。なぜならそのありとあらゆる欲しいものが手に入っていても、心と体が健康じゃなければその持っているものには意味がなくなってしまうし、心と体が健康であればその全てのものをゲットするために頑張れるっていう前向きになることができると思うんですよ。じゃあ心と体が健康な状態ってどういう状態なのかっていうと、人間の体には3つの筋肉があります。一つは体の運動を司る骨格筋、2つ目は体の内臓や内側を活発に活動させる平滑筋、そして心臓を動かす心筋、この3つの筋肉がバランスよく活動することで人間の心と体は正常に保たれます。しかし現代の忙しい日々の中で、その3つの筋肉の活動のバランスがアンバランスな状態が起きている方が非常に多いです。お客さんを施術しててもそれはすごく思うし、うちの動画を見て運動しようと思っている方は何かしら体のアンバランスを感じて運動しようかなって思ってくれてると思うんですよ。じゃあ体をしっかりストレッチしたり運動すれば体のバランスは整うんじゃないかっていうふうに思ってると思うんですけど、じゃあその運動って毎日日々の習慣になってますかっていうと、おそらくなってない方の方が多いんじゃないかなと。やはり大きなハードルとしては、運動を自分でそもそもする時間を作らなくちゃいけないっていうのが皆さんにとって一番のハードルなんじゃないかなと思うんですよ。どうにかその運動する時間をはしょったり、なんなら寝てるだけで体のバランスが整う、そんなものがあったらいいんじゃないかなってずっと思ってたんですけど、それをどうにか形にできないかと思って、今回骨盤整え枕という商品を作りました。それがこちらになります。これを作りました。これスイッチがあるんですけど、押すとね、こう震えてくれるんですよ、この枕。これがどれぐらい骨盤が整ったり筋肉自体が緩んでいったりしていくのかっていうのをですね、今から皆さんに見ていただきたいと思いますので、ご覧になってください。それでは早速この枕を使っていきたいと思います。金子さんは骨盤はそんなに固まってないと思うんですけど、はい、まだまだ動く余地があると僕は思ってます。伸びしろがある。今のちょっと状態を見たいので、前屈してもらっていいですか。倒れます。はい、まあまあ普段運動してるから。指伸ばして。はい、なるほど。中指の第一関節分ぐらいかな。なるほど。ちょっと足を広げて前屈してみてください。倒れます。はい、これは硬い。なるほど。これは硬いね。 OK。 骨盤が整うとですね、こういう可動域とか変わってくるんですよ。うん。そしたらですね、ここのペコって部分があるでしょ。はい、ここにね、座って、ここにこう、もも裏を乗せるような感じ。なるほど。ここに仙骨を乗せる感じですか。まあ、尾底骨というか。尾底骨というか、はい。そうそうそう。で、そうです、そうです、そんな感じです。もうそのまま座ってるだけです。はい。これ電源入れますね。はい。長押しすると、電源。これ、モード1、モード2、モード3、モード4ってある。おー、はい。モード1は弱、弱。うん、モード2は中。うん、モード3が強。おー、はいはいはい。モード4はね、ランダムに。振動が変わる。なるほど。まあ、金子さんお筋肉が大きいんでね、モード4でこれで3分間座ってるだけ。はい、これで整いますから。おお、はい、めっちゃ気持ちいいですね。気持ちいいよね。でこれ結構な振動してますけど、うん、全然静かですね。そうなのよ。それ結構作るときに、はい、下のに響くの嫌だとか、はい、あの考えて、だからなんかこう振動するけどうるさくない感じで作れない、うん、こだわったんですか。こだわったんです。しかも振動がめっちゃ揺れてるけど、はい、なんつうの、優しい分。確かに、だからねーとかなんないです、ね、そうなの。電動歯ブラシみたいな。確かにね。はい、これちなみに今座ってるじゃん。はい、もう疲れたら寝っ転がりたいなんて言ったらそのまま寝っ転がってもいいっていう。なるほど。寝っ転がってもこの骨盤に振動を与えれるんで、試しにちょっと寝っ転がってみます。はい、そうです、そんなんです。おお、これ一生やってたい。そうなんです。これ普通に、まあ何ですかね、足が疲れてる時とか最高っすね。あ、これはですね、はい、骨盤整え枕っていって、はい、まあ、骨盤にアプローチもしてるんですけど、はい、実はですね、これ全身に
効くんですよ、アプローチできるんですよ。なるほど。もう全部、体全部、もう僕たちいらなくなるんじゃないかってぐらい、結構僕は画期的なものだなと思ってるんです。もう背中も首も全部、おお、お腹も、お腹も全部。おお、だからさっき言った僕は平滑筋とか、はい、骨格筋とか、うん、全てに、ね、こうアプローチしたいなと思ってこれ作ったんですね。これだけあれば体全身のバランスが整うと。そうなんです、マジで。しかも1箇所3分程度で、ほう、本当に毎日それをやっていただければ。いいですね。整体とかで60分のほぐしたりとか、うん、運動でこう何時間やったりとかっていうのも3分寝てるだけ。そう、大体僕たちも施術で1箇所に当てる時間って5分程度じゃない、はい、大体、はい、肩周り、背中、腰って、うん、なんか5分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 とかで大体30分ぐらい、例えばこう血管揉んでいるとかさ、はい、ストレッチもなんか、うん、そんぐらいじゃん、はい、40秒とか、うん、だからそんなに一つの箇所には時間をかける必要はない。おー、すげえ、あったかくなってきた。そうなのよね、はい、あったかくなるよね。めっちゃあったかいです今。起き上がっていい？いいですか？ちょっと気持ちよくて話してないと寝ちゃいますね。そうだね。おお、なんか全然なんですかね、気持ちいい、ただ気持ちいい。そうでしょ、はい、これでさ、例えば体の可動とかがさ変わったらさ嬉しくない？嬉しい、楽で、嬉しいよね。楽にそんな変わるならめっちゃ嬉しいですよ。そうなの、ね、俺はちなみにめっちゃ体がふにゃかってるんで。 OK、 見てみよう。はい、もうだいぶ整って、うわ、もうずっとやってたかった。さあ前屈から見ていこうか。はい、さっきね指1個分ぐらいだった。はい、じゃあグイーンとお願いします。いきますよ。はいはい、グイーン。おー、すごいすごい柔らかくなったね。ちょっと待って、分かる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 。いや、すごいね。すげー、手のひら分出てんじゃん。指先だったぜ、さっき出てますね。うん、これえ、冗談抜きで、これマジで、マジでこれは多分自分史上最高かもしれない。こんな柔らかくなったの初めて。はい、やばくない？寝て、これ座ってたり寝てただけだぜ。うわ、これ俺やるとやらせっぽいのかな。いや、俺もさっきなったのよ。いや、これやばいっすね、マジで。え、さっき硬かったさ、はい、足広げて伸ばすやつを前に、いきます。はい、おー、さっきより柔らかい。さっき多分こんなんだった気がするね。え、うわ、まあ、さっきやっぱ足のところまでだったもんね。はい、足の前行ってるからね。ほら、このぐらいポテンシャルがあるってことだよ。なるほど。で、僕がおすすめなのはこれ骨盤だけじゃないっていうところなの。例えば体の中でどこがアンバランスだなと思います？そうですね、やっぱ腰ですかね。腰、さっきパソコンばっかやってるから。確かに。そしたらこれこっち頭にして、はい、ここに腰が当たるように。なるほど。膝を曲げて寝っ転がるような感じ。わかりました。軽っ。そう、これ軽いよね。軽いのよ。え、これクッションより軽くないですか？クッションより軽いかもしれない。それなのにあんな強力な振動をくれるんだよ。確かにね、寝てみて。そうだった。ここに腰を当てて、そうそう、そのままもう、ああいいね。これで電源を入れますよ。はい、ほら、気持ちよすぎる。これいらないっすよ、もう整体師。これ一生やってたいでしょ？これ一生やってたいっす。マジで一生やってたい。どうですか、さらに上の背中あたりとかどうですか？もう背中もアンバランスです。そしたらちょっと下に下がってみて、背中を。あー、いいね、背中にでーんと。はぁ、これやば。これやば。背中やっぱさ丸いじゃん。はい、俺は特にさ、はい、動画編集とかしてると、そうですよ、丸くなるじゃん。はい、もうこの形のにまずなりたいじゃん。どうですか、ストレートネックあたりも気になりませんか？私ストレートネックなんですよ、ちょっと最近。ほら、そうしたらですね、ちょっとそっからさらに首ら辺にやるときはね、これをギュッと ここにデローンって、頭がデローンってなると。なるほど、最高ですね。頭がデローンってこんな感じですかね。優勝。優勝、これ優勝、今優勝です。いや、これマジで忖度なしで優勝。そうなんですよ、首もそうなんだけど、
この首のなんていうの後ろのね、皆さんもっこりするとかあるじゃないですか、肩のね重いだる重いところ、聞いてます僕の話あ、僕に言ってました、寝ないでください、僕に言ってました、はい、あの肩のだる重なとこ、もうそういうとこ全体的にこれで振動を震わせてるんで、肩甲骨に当たってるでしょ、当たってますよ、これ超気持ちいいこれね、うん、やってほしいな、これやってほしいよね、うーわ、まあ、これはあの後でお家で寝る前にやっていただいて最高、ほら、あと金子さんがいつも悩んでる足、足結構しんどいですよ、うわ、軽い体このまま膝裏を乗せて、膝裏、はいはい、ふくらはぎも乗せると、はぁ足湯とかに使った感覚、これ振動をね、変えられるんで、これ振動あれですよね、3段階やって、うん、今一番強くした、一番強いのってもう1分間に5500回でしたっけ、5500回で、だからさ、俺らさ、施術でよくさ、はい、こうやってやるじゃん、はい、こうやって、はい、これを5000回やってくれてるのよこの人うわ最高、そりゃほぐれるだろうっていうさ、しっかりリンパっていうリンパがあるじゃん、はい、だからこのリンパにもね直接、うん、自分でこうやってみんなほぐすんだよ、お風呂とかで膝裏、うんうん、もう座ってるだけ、もう寝てもいいし、こんな人はこうやって楽して体を整える時代かちなみにその弱いのってどんなくらいなんですか、これ最高そう優しい、この優しくなった、優しいこれがやっぱあとはあれじゃない、腸活したくない、腸活もしたいですよ、こっち頭ワンってお腹乗っけます、ペローンって、はい、腸活です、うわすげえ、これめっちゃ腸活だわ、僕たち施術でお腹ほぐすじゃない、はい、さっき言ったね平滑筋を動かしたりか、はい、自分でもさお腹をたまにほぐすのよ、お通じが悪い時、はい、でもなんつうの疲れるじゃん、うんうんうん、これ僕が求めてたのこれなの、これめっちゃお腹やわやわになりますよ、これ結局ね、俺ね自分が欲しいものを作ったって感じだね、あーでもやっぱそうやって生まれてくるもんですよね、アイテムっていうのは、うん、これ一個でだからなんか全身をね整えていこうよ、うん、いやこれマジでいいっすよ、股関節のとこにも大きいリンパあるじゃん、はい、だからここにも今振動してるでしょ、振動してますよ、これどう、うわマジで寝てみて全身、いやもう最高、なんかもう体ポカポカしてきましたもん、寝てるだけよ、寝てるだけで、あとはこれの詳細について今からお伝えしていきます、はい、これ僕受けながら説明剛さんがしてるってダメですか、ダメですダメ、楽しないでください、ちょっとだって楽するアイテム感想を改めてどうでしょう、最高、これちなみにあの充電タイプなんで C タイプ、あ、タイプ C か、はい、新しい iPhone とか、うんうん、MacBook とかいろんな家電今タイプ C が今タイプ C されてきてますもんね、確かにね、アレクサとか、アレクサもそうなんですか、わかりません本当に軽いです、で大きさもねもうこんな30cm ぐらい、30センチぐらいですかね、そんなにかさばらないと思う、うん、電源入れなければクッションとしても使える、少しでも寝っ転がって振動が伝わるより軽く硬いです、まあちょっと硬めの枕って感じ、うんうんうん、なんであの骨盤だけじゃなくてもういろんなとこに引いていただければいいかなと思います、うん、そのハッピーでいただきたいハッピーの価格をですね皆さんにこれ提示できたらなと思うんですけど、はい、これ定価が 19,980 円で販売してるんですよ、でもうちの動画を見てくださってる方だけクーポンコードを差し上げるので、うん、なんと皆さんにはですね9980円でご提供できます、おお1万円引き、1万円引きなんですよ、他のとこだとその定価の値段で売り出されてるんで、うん、ここまで安く買えるのはうちだけなんですって、なるほど、っていうのもですねお約束いただいたんで、体を整えたいという方にはぜひおすすめのものになってますので、ぜひ皆さんお手元に取っていただければと思います、こちらの URL サイトは動画の下の概要欄に載っておりますので、そちらに URL とクーポンコードを載せてありますので、ぜひそちらからご購入ください、この動画をアップした本日から予約販売という形で購入できるんですけど、はい、お手元に届くのは12月中旬ぐらいらしいんで、少しちょっとお時間がかかるものになってるんで、売れ行き次第でもしかしたら早めに買っていただいた方は早めに届いて、うん、少し後で買っていただいた方はちょっと遅くなっちゃうとか、ちょっとその辺もあるかと思いますので、うん、ご興味があればお早めにご購入ください、これからも僕たちはうちの動画を見てくださっている皆様の
ハッピーを願いながら動画をお届けしていきますので、ぜひ今後とも応援よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。